はい、どうもこんばんは、小坂井です。今回はね、タンポポそう、タンポポをね、書いていきたいなと思います。で、やっぱりね、今ちょうどそうですね、時期が4月5日、チューリップとね、同じ日に書いてます。で、まあ、ね、ちょうどタンポポもう咲いているところも多いのではないでしょうか。で、まあ、タンポポをね、書いていきたいなと思います。で、最初に背景ですね、背景を、まあ、塗っていくんですけど、塗っていくんですか、てか、まあ、塗りましたね、もう塗ってますね。で、まあ、黄色と黄緑色系のやつをもぼかして背景をつけています。スポンジとかで塗ると、叩くようにしてね、塗ると背景がぼやけた感じに、いい感じにムラができて、まあいいのかなと思います。で、タンポポの花をまあね、描いて、あとは薄く葉っぱですね、それを塗っていきます。で、タンポポの葉っぱですね、葉っぱはこう、なんか三角がこう重なったような感じに描くと、まあタンポポらしくなるかなと思います。こんな感じですね。で、まあ中心からこう入っていく感じで描いてあげると、まあ、タンポポらしいね、まあ、イラストというか絵がね、描けるかなと思います。こんな感じです。はい、で、まあ最初に色をね、薄く全体的に塗った後に、あとでね、濃くしたりとかして、まあ、調整すると、まあ、絵はね、まあ、描きやすいのかなと思います。で、使っている絵の具は、ターナーのアクリル絵の具です。不透明のね、アクリル絵の具って、まあ、アクリルガッシュって言うんですけど、まあ、アクリル絵の具を使う上では、一番ね、ターナーの絵の具が、まあ、おすすめですね。まあ、理由は、色の数がすごく豊富っていうのがあって、200色近くあるんですよ。ターナーのアクリル絵の具って。めちゃくちゃ多くて、もう画材屋さんとかに行くとすごくね、棚一面にこう飾ってあったりとかするんですよね。ぜひね、使ってみてほしいなと思います。結構ね、珍しいこう絵の具とかもあって、こう 見る場所によって、ね、色が変わったりとかする絵の具もあります。で、こんな感じでだいたい色を塗ったら、ちょっとね、濃くしたいところをどんどんね、濃くしていきます。例えばタンポポの、ね、花の下の部分、影になって暗かったりとか、あと根元の部分ね、結構ね、葉っぱが集まって暗かったりするんで、まあ、そこをね、重点的に暗くしてあげると、まあいいのかなと思います。で、一応重なりとかがね、こう分かるように、まあ、色を塗っていきます。色が重なっている部分って結構大事で、例えば下になってるのは影で暗くなってるなと思ったら、上に乗っかってるやつをね、少し明るめにしてあげて、下になってるやつを少しね、暗めの色に、わざとこう色のね、差をつけてあげることで、まあ、輪郭の形というのが見えてくると思います。こんな感じです。で、ちょっとね、茎のところに立体感をつけてあげたりとかします。で、タンポポってなんか、タンポポコーヒーって、まあ、言いますけど、あれどうなんですかね。なんかコーヒーの代用品としてタンポポコーヒー的なのがあるとは聞いたんですけど、あれ実際にコーヒーに似てるんですかね、どうなんですかね。ちょっとどういう風に作るかもちょっとわかんないんですけど、誰かね、飲んだことがある人がいたら、ぜひね、コメントで書いていただけると嬉しいです。なんかコーヒーとどう違うのかとか、コーヒーと似てるのかなとか、なんかちょっとね、その辺すごく知りたいので、はい、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。で、綿毛の部分ですね、綿毛はまあ白くね、こういう感じでまあ叩くようにしてやってあげるといいかなと思います。割と輪郭に近い部分、タンポポの綿毛の外側の部分が一番こう白く見えて、中心はね、意外とあんま白くないっていうのが、まあ、ポイントかなと思います。
結構ね、あの種も意外とこう全部抹茶色じゃなくて、真ん中の方はね、種がこう種の隙間というのが結構見えるので、こうなんですかね、輪っか状に、まあ、種も見えるかなと思います。こんな感じですね。ちょっとね、あの白は見づらいんですけど、だいたいこんな感じで描くといいかなと思います。で、あとはタンポポの、まあ、色ですね。まあ、黄色からオレンジ、茶色系を混ぜてこうね、つけて色を塗ってあげます。まあ、なるべく立体感もちょっと意識しつつ、まあ、描いてあげるといいかなと思います。だいたい下の方とかね、右下の方は、あ、一応光は上から来ている設定で、まあ、下の方とかはね、あ、鼻の下の方はちょっとね、茶色めとかの色を混ぜて、あの塗ってあげる。で、上の方はもう白とかでね、塗ってあげると、まあちょっと、ね、立体感とか出るのかなと思います。ちなみにこの絵は1時間で描き終えるんですけど、だいたいそうですね、これが7分の動画なので、だいたい10倍速ぐらいでやってます。結構早いですねそう、あの10倍速ぐらいで描いてます。で、こういう葉っぱの中心部分ですね、まあ、結構暗いので、そこをね、暗くしてあげると、まあこう自然な感じで見えるのかなと思います。こんな感じで今回は完成です。ぜひね、皆さんもあの春なので、ぜひね、描いてみてください。家に飾るとね、結構明るい感じもするんで、はい、おすすめだと思います。他にもね、いろんな動画上げてます。ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと一応この絵はあの販売もするつもりなので、ぜひね、動画の概要欄の方にストアーズのところね、見ていただけると、まあ、購入もできるかなと思います。ぜひね、あの、よろしくお願いいたします。それではまた。